お、日本の伝統芸能って意外と楽しいんですよ、ね。楽しいんですよ。僕は22、23ぐらいの時、はいはい、まあ養成所出たてぐらいの時に、その頃習ってた先生から、こう連れてかれて、講談を、ちょっと教えていただいた時期なんです。ちゃんと講談師の、そのところ、協会の会長だった方に教えていただいたんですけども、まあ、全然、ね、ものになる、実際の講談師の方とかっていうのと比べてものになるものではないんですけども、若い頃はなんだかなって思いながら、まあ、やってた頃もあったんですけど、今、またそれの、ものを出してみて読んでみたりテレビでやってるの見たりすると意外と面白いんですよね。講談ってできるの？あれなかなか難しいじゃないですか。はいはい、節をポーンとつけてね、はい、セリフをこうグッと回していきますよね。はい、それをまあ本当触りだけ少し教えていただいて、で今できたりするんですか？今は、そう、どうかな、覚えてるかな。ちょっと聞かせていただいたらできるんだろう、ぜひ。ちょっといや、でももう全然下手くそですよ。いや、いいです、全然、もう。はい。そもそも味方が腹の戦いは頃は元気3年、水の餌猿年10月の14日、紅葉の武田大僧正信玄みたいな。おー、いいね。ああ、なるほどね。ああ、そうなんですよ。もうちょっとだけ習ってたんです。もう仲間内からそのままそっちの道に行ったやつとかもいたんですけど。あ、そうなんですか、ね。はい。で、なんか日本の和芸、うん、結局、日本人が声優をやるんだったら、うん、日本の和芸である日本の呼吸法、日本の息を覚えなさいっていうことを言われて、ちょっとやらせていただいて、まあ全然物にはならなかったんですけれども、うん、そういうのを教えていただく中で、いろいろとこう、御膳をやってらっしゃる方とか、はいはい、いろんな方がいらっしゃって、うん、いろんな方の講演を見に行ったんですよね。うん、で、御膳は御膳で、すごいですよね。で、やっぱりこう、目の不自由な方とかがやってらっしゃる場合もあるじゃないですか。はい、で、もう本当もう言っちゃ悪いんですけど、しわくちゃなおばあちゃんなんですよ。で、なんだけど、マイクとかないのに、ズコーンって会場の向こうまで全部響いてくる声を。素晴らしいな、これは、と思って。なんか、そういうのを、まあ今、さすがに実際に、小屋に行って聞かせていただくとか見させていただくっていう機会はなかなか時間の都合でできなくなっちゃって、テレビだとどうしても難しいんですけれども、見てるとやったやったとか、やっぱ面白いなって。